ローリーポーリーピーポーズ。なあ、今日冷凍みかん超うまくなかった？美味しかったね。やべえよ、俺マジで冷凍みかん。お、何？どうしたの？負けん。あ、確かに見えるね。これ超すげえ魔剣だよ。切られた敵はね、どうなるの？燃える、ボワーって火だるま。おお、名前は？ウルトラスーパーファイヤー、とにかくそういう超すげえ魔剣。ブチッ。うわー、違うよ、もっとグワーってやられた感出すの。ローリーはすげえ悪い敵なの。勝手に決めるのずるい。じゃあ、でもただの敵じゃなくて闇の力で悪くなっちゃったやつ。もともと仲間だったみたいな。そう、てか兄弟。それやばいね。俺が兄で、ローリーが弟。でも闇の力で悪になっちゃったから戦わないといけないわけ。負けんで。もう運命だ。だな、行くぞ。来い、ウルトラスーパーファイヤー魔剣ブチ。兄さん。どうした？これが二人の最後の別れでしょ。兄弟なのに戦って兄さんが弟をやっつけるんでしょ。なんて悲しい運命なんだ。バカ、泣くなって。泣いたら俺も。さよなら兄さん。待て弟。お、ウルトラスーパーストーン。何それ？パワーが回復して正義の心が戻る石だ。俺はお前を助ける。兄さん、このストーンを持って丸まれ。わかった。正義の心を取り戻した時、体からチャージ音が鳴り響くのだ。おい。ごめん、あそこんちカレーだね。あ、ライナー。おお、負けー。